今回お話を伺ったのは大分大学医学部産婦人科診療教授の川野先生です。更年期障害って病気なんでしょうか？必ずしも病気とは言えません。人がですね、こう過ごしていく過程で起こりうる身体的変化と捉えることもできるかと思います。更年期というのはですね、閉経の前後5年、だいたい45歳から55歳くらいを指します。だいたい月経がですね、その時期に12ヶ月以上なければ閉経と。実は生まれた時からですね、卵子というのがありまして、それがだんだん減っていくんですね。生まれた時にはだいたい200万前後、月経が始まる頃の年代では25万から30万と言われています。それが35歳を超えてきますと5万ぐらいに下がってくるんですね。卵子が増えることはありません。したがって50歳ぐらいになりますと、もう卵子が1000個ぐらいになりますので、卵巣機能そのものが低下していく。その卵巣機能が衰えた時に女性ホルモン、すなわちエストロゲンというホルモンの分泌が低下しまして、それによっていろんな不調をきたすのが、いわゆる更年期障害というものです。では実際どのような症状が見られるのでしょうか？症状としてはですね、頻度がいくつかあるかと思いますが、一番多いのはですね、ほてりですね。我々の専門用語でホットフラッシュと言いますが、カーッとほてったりする、そういった症状ですね。それから汗をかきやすい、あとイライラする、抑うつ状態になる、あと手足の冷えやしびれですね。大きく分けて症状は3つに分かります。ホットフラッシュのような血管運動神経症状、それから鬱だったりイライラしたりする精神症状、あと手足の冷えとかですね、肩こりだとか、そういった身体症状、そういったものが複合されて起こるのが更年期症状。必ずしも全員がなるというわけではないんですか？そうですね、皆さんがなるわけではありませんが、やはりこの症状には個人差がありますので、ある症状だけ特別に出たりとか、ある人はこの症状だけども、この人は違った症状が出ると、そういうことがやはりあるかと思います。実は更年期に現れる症状は300種類以上もあると言われているんですね。日常生活にどれだけ支障をきたしているかというのが診断の目安なんだそうです。では更年期障害と診断された場合の治療方法は？一番代表的な治療はこういったホルモン療法だと思います。ホルモン剤には飲み薬や貼り薬、それからジェルのような薬、いろいろありますので、これは専門医とご相談されるのがいいかと思います。ただ個人の体質とかですね、年齢ですか、そういったものによってやはりリスクというものがありますので、長く使うことは無理なんですね。このホルモンが影響して起こるがんもあります。そのホルモン剤というのはある程度期限を切って使うことが必要になってきます。またホルモン療法が難しい方には漢方薬を処方する場合もあります。暑いとか、だるいとか、でそれってなんか自分自身がこう怠けてるんじゃないかって思って、こう頑張りすぎちゃう人も多いんじゃないかなって思うんですけど、それはじゃあちょっと良くないですよね。そうですね、この時期にはそういうことが起こるものだということをですね、皆さんでこう意識してもらってですね、場合によっては病院を訪ねても構わないと思いますし、対処法を見つけていくのがいいかと思います。街ではこんな声も聞かれました。相談ではないけど、こんな感じで話してたら、私はこうよとかああよとかって、大概の人がそうだから、周りの人と話すことは大事よね。あ、自分だけじゃないんだっていうのが分かると安心する。運動が好きなんで体を動かして、でも更年期明けたらもう元気いっぱいになりました。早ければ30代でも更年期のような症状を感じるという方もいらっしゃるんですけど、あるんですか？それはですね、やはり早発卵巣不全といった病気で、卵巣機能が他の人よりも早く衰えてしまう、そういった病気があります。それは卵巣そのものに原因がある場合と、他の病気を抱えていて、それが卵巣の機能の低下にですね、影響を及ぼしているという病態があります。ですので、その原因をまず見つけないといけないですね。30代では少し更年期障害というには早すぎるので、
他の病気を疑ってみる必要があるということですね、はいはい、その通りですね。川野先生に更年期障害に対しての心構えを伺いました。これを治すというよりはですね、しのいでいくと、場合によっては医療の力を借りてしのいでいくということが私としては必要なことなのかなというふうに思っております。次の人生のステージに向かって自分をどう高めていくか、それを生き生きとした人生にしていただきたいというふうに思います。最後にちょっと気になることも聞いてみました。よくときめいたりするとエストロゲンが増えて女性ホルモンにいいとか言うじゃないですか、はい、そういうことではないんですか。やはりですね、ときめくということは頭の中から出てくるホルモンの影響もあろうかと思いますね。その時に一過性に、ね、女性ホルモンがポッと出るようなこともあるかと思います。ただそれは我々も調べたことがございませんので一生懸命ドラマを見てときめこうとしていたんですが、はい、でもそれは大事なことだと思います。ぜひときめきをですね、ずっと持ち続けていただきたいと思います